ちゃっ、こんにちは。はい、さあ豊さん、はい、巨人にまたニューヒーローが続々と生まれ始めていますが、誰でしょう。そのうちの一人、はい、ストロング門脇もう言われてます。これね、ストロング門脇って、はい、経歴見ると、はい、高校大学通じてフルイニング出てるんだよね、試合に。あ、そうなんですか。いや、これはね、体強いんだよ、やっぱり。やっぱりもうストロングなんですか。いや、あのね、名馬なんだよ。あー、サラブレッド怪我しないんだよ。すごい、素晴らしいですね。いや、素晴らしい。それとやっぱこう振り方見ても、はい、あ、まあ、しっかり振れるしな、うん、でパーあるし、小力あるし、はい、いや、いいと思うよ。あの、ちょっとポスト坂本選手なんていうふうに言われてます。はい、森内がいない時にデーブと対談したでしょ、うん、はい、まあ、多分見てると思うけど、はい、嘘つけの、まあ、顔が嘘だっていうような感じで、ね、いや、その時にね、印象的だったのが、はい、湯田さん、うん、坂本もうかうかできないからえ、そうなのって聞いたら、はい、いや、広岡だとか北村だとかとか、まあ、北村はショートできないと思うけど、はい、いや、だけどもう若手が伸びてきてると。中山ライト選手もいいですし、ね、いや、だから中山ライトはホームラン打つしね、戸郷から、はい、この門脇、はい、デーブがいやいやって言っても坂本はまだ大丈夫でしょうと思ってたけど、はい、来た来たと来てるね、若手が。そうなんですよね。あの、先日11日の紅白戦でも2安打しましたし、はい、守備でも2度の攻守。いやいや、これがフリーバッティングはバーンって飛ばすんだよ、うん、でも試合になったらなんか変化球をパーンと拾ったりだとかさ、はい、それができるんだよ、ね、あの、その使い分けがきちんとできるんですね。まあ、それと守備は球際が強い。まだまだ教えがいがある選手なんだけど、はい、イレギュラーでもさ、バーンとこう反応よく、普通だったら弾くなと思うところをパッと取ってアウトにするとか、はいはい、非常に球際が強い選手だなって、バッティングも守備もね、はい、面白いと思う。あの、河合コーチ曰く、あと門脇選手の肩の強さが非凡、あれだけの肩は久しぶりに見たというお墨付き。河合が言うんだからね、河合も強い選手だったから、はい、河合が言うんだからもう本当だと思うけど、はい、いや、俺は肩が強いとかなんとかっていうよりもやっぱ球際だな。あの、坂本選手がルーキーで、あの、原監督が使い始めたあの頃と、はいはい、門脇選手今ルーキーで入ってきました、比べるとどんな感じなんですか。いやどうやろうな。いや、そりゃ坂本の方が上だよ。あ、そうですか。いや、まあ、体が違うもん。あ、そうですね、あ、うん、体に余裕があったしさ、はい、花という面では坂本あったもん。もうすおー、すごい、なんか大型のおショートがいるなっていう、はい、で、原監督も、いや、あれを今年から使おうと思ってるんだけど、どう思うと聞かれて、はい、どうもも何も、なんか花あったからね。俺はその時点で違ったよ。はい、それはドラフト1位だもん、外れたとはいえ。そうですね。うん、で、まあ、門脇はね、4位かな。はい、はい、うん。だけど、1位だから、4位だからというふうな差別ではなくて、はい、それはまだやることは多いよ。ただ、魅力はものすごくある。いますね、その、まあ、球際であったり守備、まあ、肩であったり、あとバッティングで、あとデーブ大久保さんがやっぱそのミート力が素晴らしい、うん、いや、そうなんだよ。だからそこが俺が言う球際なんだよ。あ、いや、だからフリーバッティングでものすごいやっぱ体も強いし、はい、小力があるから飛ばすよ、うん、だけどこういう選手で一番間違いやすいのが、はい、やっぱホームランの魅力に取りつかれるっていうことだ。打ってもタガが20本いかないよ、うん、それだったら3割を確実に目指すのか、はい、それとも15本を目指して2割8分7分でいいのか、はい、そこなんだよね。その選択をするのって、それはね、個人のね、気持ちの中にあるんだよ。だからやっぱりね、ホームランって野球やってたらね、魅力を感じるし、だからホームランの瞬間だけ自分の世界になるんだから、自分が打って時間を止めて、はい、自分がダイヤモンドを回ってくるときにみんなの注目を集めてるわけだから、それは気持ちがいいよ、うん、だけど彼はやっぱり率を残し、出塁率を残していく選手だと思うんだよね、うん、そこを間違えないでほしいなと思う、うん、間違えなかったら俺はレギュラー取れるような選手になってくると思う。3番タイプなんですか、それとも。いや、まあ、それはその時に誰がいるかっていうのがあるから、自分の確立した、まあ、地位とかね、はい、そういうものがあって、うん、何番打つ、20本いかないよって言ってたけど20本クリアしてる、はい、3番も打てるだろうし、うん、そうなったらね、はい、だけどやっぱりどちらかというと1、2番タイプだよね。
あ、1、2番タイプで塁に出てだったり、そうだね、だからあれだけやっぱ球際が強い選手っていうのは、まあ、なかなかいないというかね、まあまあいいものは持ってるなと思うし、はい、だから球際のいい選手っていうのはやっぱ目もいいんだよね、うん、まあ、目もいいっていうことは塁に出ても洞察力が働くから、はい、多分走ることもできると思う。まさにオールマイティにできる選手、俺はそうならなきゃいけないし、はい、まあ、ホームランという魅力に取りつかれないでほしいなって思うよね。練習の時はいくらでも飛ばさなきゃダメだよ、はい、飛ばすようなバッティングをしてて、うん、試合になったらコンパクトにバーンと的確に捉えていくというね、うん、そうなってくるとレギュラーが早いよ。そうそう、だからやっぱりそのストロング門脇選手、はい、頭も非常にいいということで、はい、コーチの一人がセルフマネジメント力が素晴らしいと、はい、門脇選手練習中自分の心拍数を頻繁に確認している、自分の体が今どんな状態にあるのか正確に把握し、それから練習の負荷を決めるのでオーバーワークにならない、そんな選手はベテランでもなかなかいない、怪我にも強いの、それも納得だし1年目から1軍でシーズン完走十分に可能性あると、コーチの一人が、まあ、心拍数は測らなくていいよみんな上がってるから、それ上がりすぎて心臓止まるって言うんだったらさ、うん、それは測っとかなきゃいけないけど、はい、やっぱルーキーの時から、はい、やっぱ追い込むことも大切だから、うんうん、いや心拍数が上がったからこの打席はパスしますもん言えないでしょ。言えないですね。言えないでしょ。ピッチャーが打たれててカット前に入ってどうのこうのって心拍数が上がりましたからちょっとタイムですよ。できないでしょ、はい、これ難しいのは神経質でもダメだし、大雑把でも中途半端はまた余計ダメだし、難しいとこなんだよ、はい、でもね心拍数測らすなって、そこは俺はそう思うよ。逆にそうなんですね。いやいや、それ気にしてて練習できる？オーバーワークにならないって、多少オーバーワーク超えとけよってじゃないと、はい、本当に身につかないよって、限界を超えちゃうとそれが限界になっちゃって超えれなくなるから、うん、この限界を高い位置に設定していくためには、うん、やっぱ限界を少しでも超えていって体力だとかそういうものをつけていかなきゃいけないんだよ、うん、だけど心拍数は超えないよみたいな誰が言ってんの、コーチの一人誰なんだろう、なんだろう。いや俺はちょっと超えてほしいな、はい、いやオーバーワークをキャンプはしに行ってるんだから、そうです、ね、体力を つけるために、はい、1年間戦える体力をつけるために、うん、オーバーワークになりませんみたいな、素晴らしい、 頭がいいって、それ頭がいいって言うのかなってどうなんだ、俺はちょっと考えちゃうけど、ね、そこはちょっとハテナがつくんですね。いやハテナってつかないか、まあ、確かに一瞬でも記事を見るとあ科学的に基づいて動いてるのかなって一瞬思ったんですけど、いや科学的に動くのはすごく大切なことだと思うけど、はい、科学を多少超えたところも設定しておかないと本当に体力ってつかないって、まあ、そうですね。で1年間フルに一軍でレギュラーに出たら限界超えるんだよ絶対に、うん、体が変わってくるしね、はい、でもまだそうじゃないでしょって、うん、レギュラーで1年間出れないでしょって、うん、それだったら限界を自分であんまり作らないで、それをちょっとちょっとでも超えて体力つけてほしいな。そうですね、うん、これはね昔も今もねそんなに変わらないと思うんだよ、うん、多少は超えていかないとラインが上がっていかないと思うんだけど、まあ、そうですよね。走る選手とかは無酸素状態で追い込んで限界超えてっていうトレーニングして実際にレースでっていうとこもありますね。マラソンの選手の練習見たことあるけどさ、はい、最初流しておいて、はい、一周行くよって言って何行くのかなと思ったらそっから限界値で一周してくるもんな。で落とさない落とさない落とさないでな、で最後ここまで落とさないとか言って、はい、限界超えていってるもんな。で最後本当もう倒れ込みながらっていう、いやそうそう、うん、もう酸素が回らないって回る時間がないっていうぐらい、まあ、そこまで追い込めとは言わないけど、はい、俺は測る必要はないと思うけど、そこは、ね、そこは神経質にあのならずに、うん、限界というものをやっぱりちょっと超えていかないとっていう、まあ、そうだね、うん、それをやりにキャンプに行ってるんだしね。そうですよね、うん、豊さんの中では、まあ、今坂本選手ショート、ただやっぱり年齢のこともあるとなると時期ってなってくると豊さん的には今一番候補って どの選手、今の段階です。今の段階だったら広岡だよね、うん、まあ、守備がな、そう、守備もあいつもな、ポコーンってやっちゃうからね、はい、でも中山ライトだとか、うん、門脇もその一人だろうし、はい、ある程度目星は出てきてるよね。
絞られてきてますね。いやだからその坂本ショートからコンバートっていう、うん、コンバートのこの字まで行ってんじゃない、これはなかなか面白いぞっていうような選手が出てきてるしね、はい、まあ、中山ライトも、まあ、坂本の怪我の影響で、はい、まあ、代わりにね実戦で経験もしてるし、はい、まあ、広岡ももちろんそうだしね、うん、ここに門脇が加わったりとかすると、はい、まあ、どうなっていくのかなっていう、まあ、面白いよ ね、 そうですね、まあ、期待のできる選手がこう見つかったというかね。確かにこれまでは本当に巨人のショートっていうと不動のっていう、やっぱ坂本選手しかいないっていうところが、新たなニューフェイスが出てきそうな予感ですね。まあ、予感はするけどね、プンプンね、うん、はい、まあ、だけど行く時にはスーンと行かないとね。確かに行く時には勢いが必要だしね、はい、やっと慣れましたって言ったらすぐもう次がいるから、そのプレッシャーに負けて取って代わられるからね、はい、行く時にはいっぺんに行かないと、もう勢いで坂本のように。そうです ね、 ね、まあ、原監督もそういう面ではそういった選手を使うのは思い切りがいいからね、うん、これって決めたら目に留まってるうちにどんどん結果を出してね、うん、まあ、頑張ってほしいと思いますね。はい、はい。